fucking fun. ね、材木、布を扱います。 お役に立ててください。 これほどの品はありません。
役に立ちますよ。 助かった。 ここで良い知らせをお待ちしてますね。 お手伝いできることは？ お使いください。 でも。 道中の告示をお祈りしています。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。 何事だ？ ここではお話できません。こちら。
ひょうえと申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか? いいえ、別荘もありません。 ここでいいでしょう。 誰にも聞かれません。 何用か申してみよう。 村の春男がおかしなことをしているようで、 日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。 ゆうべ後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。 野党だと? それは気になるな。 あばら屋を見つけ企みを暴こう。 よく話してくれた。とんでもございません。欲しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。 鍛えられません。 火がつけられた。
食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて、春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。裏からも無事に出られた。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったから、今のところ誰も見つかってない。見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃ。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。有塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだ。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。コウタロウ、騎兵、大変だ。どうした、みんな置いてきたのか。小山、見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近な者を使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。逃げればいいんですか。
the gate, beat it! いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない。酒井様のおかげだよ。この者らは、蒙古から逃げてきた者や、家を失った者です。守っておったのか？その つもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか？違います。金が欲しいのではなく、蒙古が去った後のことを考え、人助けをしたいのです。<笑>ならば、アザモーラに連れて行こう。 あそこなら安全だ。止まれ！野党どもが何のようだ！村には入れんぞ！ <笑>俺の連れだ。野党であろうとも、 かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは蒙古と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら、門を開けろ！こいつらを通してやれ！酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。蒙古が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださり、ありがとうございます。
慎重に勝負。来い。
けだ。待たせてしまったな。ありがとうございます。助かった。行け、達者でな。どうかこれを。よし、影。かけろ、影。何かご入り用でしょうか。助かった。どうかお気をつけください。俺が強ければやり返してやるのに。用心しないとね。行く先々で女が行方知れずになってる。
まだできるぞ。 怪我をする前にやめておけ。 お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねばさらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の帆を下ろした戦船に。 2隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。 娘のことを頼みます。待っておれ。すぐに戻る。 Go! And you! Reach back!
Keep the gate built! ただいま。生きててくれたか。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。
よし。
金。さあ。喉をいられておる。Jin Sakai か?
せ。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ、村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。